2024年の上半期、日本の深夜ドラマシーンにおいて、視聴者を魅了した作品が多数放送された。そんな中で特に脚光を浴びた作品を、モデルプレスが独自のランキングで紹介する。深夜ドラマの枠を超え、視聴者の心をつかんだ作品たちを一挙にご紹介しよう。2024年上半期、最もハマった深夜ドラマトップ10。1位。 冬、おっさんズラブリターンズテレビ朝日系2位、春、東京タワーテレビ朝日系3位、春、お迎え渋谷くんテレフジテレビ系4位、冬、チェイサーゲーム W パワハラ上司は、私の元家の、テレビ東京系5位、春、95テレビ東京系6位、冬、めぐる未来、読売テレビ、日本テレビ系7位、春、約束から16年目の真実読売テレビ、 日本テレビ系8位、冬、恋する、警護24時テレビ朝日系9位、春、君が獣になる前に、テレビ東京系10位、春、からかい上手の高木さん TBS 系1位、おっさんずラブリターンズ。圧倒的支持により、トップに輝いたのは、根強い人気を誇る田中系主演、おっさんずラブリターンズ。2018年の、おっさんズラブの続編となった本作は、 ピュアすぎる愛はそのままに、春田総一田中と、牧良太林健との新婚生活を描いた。春田のかつての部長であり、二人の家で家政夫として働く、黒沢吉田光太郎の春田への愛が溢れた言葉は、推しがいる人の共感に及び、TBS 系、美版、韓国ドラマ、冬のソナタ、プライムビデオ、バチェラージャパン、ラブトランジットなどた番組のパロディ演出も、 お茶の間に笑いを届けた。このシリーズはずっと見ていて、相変わらず楽しく元気をもらえたため、どのカップルにも起こりうる問題をコミカルに、そして彼らの人間性をもって解決していく、ストーリーが最高に面白かったです。登場人物がみんな魅力的で、全員大好きです。人を愛するって素敵だなと、ピュアな気持ちになれました。待望の続編。 見たかったものが詰まってた。まだまだ満足できないから続々編を希望したいドラマ。俳優さんたちのアドリブなどもあり面白かったから。最初から最後まで笑って泣ける、ハートフルドラマで面白かった。2位、東京タワー。キングプリンスの長瀬恋が主演を務めるドラマ、東京タワーが、日本のテレビドラマ史上初めて、エクニカオリの伝説的な恋愛小説を、 連続ドラマ化した話題作として放送前から大きな注目を集めました。物語の中心には許されない恋に落ちる青年、小島徹役の長瀬恋と彼との運命を共にする朝野志志役の板や床の情熱的なラブシーンがありました。さらに大原浩二役の松田玄太も新たな魅力を見せ、視聴者からの熱い反応を呼びました。 このドラマは放送後もその人気が衰えることなく、見逃し配信の総再生数が2000万回を突破するなど、視聴者の心を捉え続けました。ビデオリサーチ算出。特に第5話放送後には、おしドラサタデー枠における全話歴代最高数値を更新する異業を成し遂げました。さらに最終回では、放送後わずか1日で見逃し再生数が100万回を、 超えるなど、押しドラサタデー枠での新たな歴代最速記録を次々と塗り替えました。東京タワーは単なる恋愛ドラマにとどまらず、その緻密なストーリーテリングとキャラクターたちの深い心情描写によって多くの視聴者に感動と共感を与えました。ドラマが放送するたびに視聴者は新たな感動と驚きを見つけ、 SNS やインターネット上で積極的にその感想をシェアし合いました。長瀬廉演じる小島徹のキャラクターは特に注目を集め、彼の演技によってドラマの重要な要素が一層引き立ちました。また、共演者たちの熱演も見逃せません。板谷由佳演じる浅野氏士は長瀬廉との共演によって織りなす、情熱的なシーンでその存在感を示し、 松田玄太演じる大原浩二もセクシーな面を見せつけました。このドラマは単なるエンターテイメントにとどまらず、視聴者にとって感動や勇気を与える作品となりました。特に若い世代からは恋愛や友情に対する新たな考え方を促し、日常生活においても深い影響を与えています。土曜日が早く来ないかと毎日ワクワクしていました。 松田玄太の目の表現力に感動しました。映像の綺麗さとストーリーの面白さが良い。あとキャストが全員ハマり役。長瀬廉の新たな一面が見られるドラマで、今までにないくらい映像が綺麗で見入ってしまうから。とにかく、長瀬廉くんのキスシーンが美しくてうっとり。板谷由かさん、松田玄太くん。 めぐみさんの演技も素晴らしく、毎週ドキドキしながら見ていました。新しい役に挑戦する、長瀬廉がとにかくかっこよかったです。色気やばい。3位、お迎え渋谷くん。ストーンズの京本大が主演、お迎え渋谷くんが3位に恋をしたことがない若手売れっ子俳優の渋谷大会、京本と妹が通う保育園の先生、青玉中田辺桃子の不器用ながらも恋を、 育んでいく、ウブキュンラブコメディーとなる本作。胸キュン要素は、もちろんのこと、笑って泣ける、ストーリー展開で視聴者の心を癒した。また、京本の表情変化やコミカルな動きも、また、SNS 上で話題を集め視聴者を増やしていった。渋谷くんのウしさが、とっても可愛くて応援したくなったから。原作からのキャラが、しっかり投影されていて良いドラマだった。 くすっと笑えて、キュンとして、ジーンと涙して、ほっこり癒されるドラマ。京本大河さんのコミカルな動きが話題になっており視聴しました。登場人物のピュアさに癒されます。とにかく、渋谷くんが不器用でまっすぐでキュンキュンします。お相手の真中先生もウブな感じでとても可愛いです。他にも、神田さん、神田隆兵、内藤周一郎など、 魅力的なキャラクターがたくさん出てきて、夜に癒されるドラマです。4位、チェイサーゲーム W パワハラ上司は、私の元カノ。4位は、菅井ゆかと中村ゆりかが、W 主演を務め、女性同士の恋愛を描いた、チェイサーゲーム W パワハラ上司は、私の元カノ。元恋人同士で、理由もわからず振られ復讐を試みる林冬、宇宙村と、再会して、 恋心が再燃する春ポンジュ、春本樹、菅井の葛藤を忠実に表現したリアルさは、LGBTQ 当事者にも刺さっていた。また、LGBTQ、労働問題、セクハラなど、社会課題にも鋭く切り込んでおり、二人の熱い演技によって共感が増したという声が多数。日本ではまだ珍しいレズビアンを主役にした、同作は日本のみならず、世界からの注目も大きかった。 今までも同性愛がテーマの作品はあったが、ここまで現実に即した当事者なら少なからず経験したことのある葛藤や問題を表現できたのがすごいし、演技ではなく実在するカップルのように見える自然体の姿が百合好きのみならず、レズビアン当事者にも刺さったのだと思う。世界にも反響が広がっているようだし、マイノリティに対して、 今後のマジョリティ社会が変わるきっかけにもなり得る偉大な作品だと思います。菅井ゆかさんと中村ゆりかさんの二人が役にはまりすぎていて、どちらかが別の配役では成立しない綺麗さがあった。日本であまりない作品だったのと演技がリアルに感じられて良かったから。初めてこのようなタイプのドラマを見たが、 終始ハラハラドキドキが止まらなかったから、日本の地上波でこんなに完成度の高いユリドラマを見られるなんて思っていませんでした。5位、95。映画、95が公開され、キングプリンスの高橋海人が主演を務めました。この作品は、1995年の渋谷を舞台に、大人社会の枠を超えて、大切なものを守るために奮闘する。 高校生たちの物語を描いています。当時を懐かしむ観客からは、感慨深い声が上がりましたが、同時に現代との対比からも、衝撃を受ける声もありました。映画は、高橋海人をはじめとする、中川博士や松本実子などの若手俳優たちの、見事な演技で支持され、異なる、世代間での架け橋となる作品として評価されました。彼らは、 1995年を生きたことのないにも、かかわらず、時代背景や人間関係を深く理解し、キャラクターに命を吹き込んでいます。95は単なる時代劇ではなく、現代の価値観にも通じる普遍的なテーマを扱っており、特に若者たちにとっては共感できる要素が多い作品です。物語の中心には、友情や勇気、 そして若者の持つ力強い生命力があります。高橋海事に演じる主人公の行動は観客にとって最もらしく感情移入しやすいものとなっています。また映画は美しい映像とともに音楽の重要性も掘り下げており時に力強く時に繊細なサウンドトラックが物語の展開を効果的に支えています。特に90年代の音楽が織り混ぜられ 観客に当時の空気感を存分に味わわせます。95は単なる青春映画を超えて、その深いテーマ性とキャラクターの魅力で多くの観客を魅了しました。時代を超えた普遍的なメッセージと90年代の雰囲気を鮮やかに描いた映像美が見事に融合し、観客の心を捉えました。この作品は今後も長く語り継がれることでしょう。 1995年がよく再現されてて懐かしかったり、当時の若者の姿がよく描かれているから。海人君の演技力がすごすぎる。なかなか難しい役柄だけど完璧に演じられている。私の知らない1995年代が描かれていて、昔はこういうのが流行ってたんだなと思いながら見れるから。今のこのご時世でこの内容のドラマをできるのがすごい。 知らない世代を見るのが楽しい。